こんにちは、ナレーターのゆずです。男性の皆さんにとって女心と秋の空と言われるように、女心って複雑回帰ですよね。気がつかないうちに女性を怒らせてしまって、え、なんか俺悪いこと言ったっけ、なんて場面を経験したことがあるでしょう。男性と女性では体の作りが違うのは一目瞭然ですが、脳の作りも違うようです。ですから男性が女性心理を理解することはほぼ不可能なんです。とは言っても地球上には男と女しかいません。男性は女性の複雑な心理を理解することで恋愛のきっかけがつかめたり、結婚生活がうまくいったりします。今回は恋愛をうまくいかせる複雑な女性心理を理解して心をつかむコツをご紹介します。なぜ女心は男性にとって難しい？女性は恋愛において本音と建前が男性に比べてかなり複雑化します。男性の好きは好きを意味しますが、女性の場合は大好き、好き、まあまあ好き、どちらかというと好きなど、好きにも温度差があります。そして嫌いという言葉の裏に好きが隠れている場合もあります。女性は恋愛においていつも以上に本音を隠したがる傾向にあることを知っておきましょう。さらに女性は感情的な生き物で、男性は理性的な生き物と言われています。男性の無意識から出たちょっとした言葉や態度に傷ついた瞬間、女性は突然怒り出したり泣き出したりします。不機嫌になった女性に理由を聞いても何も教えてくれなくて、放っておいたらさらに女性の機嫌が悪くなってお手上げ状態になって悩んだことのある男性もいるでしょう。男性の皆さんは女心を理解するのは無理と分かりましたね。それではここからはその女心をつかむコツをお教えします。1、女性の話を聞いてあげる。実はモテる男性って聞き上手なのです。女性は男性の約3倍話す生き物で、話すことでストレス発散もしています。女性が求めるのは、この人なら本音を話しても大丈夫かなと感じさせる安心感と包容力。表情豊かなリアクションをしながら女性の話を聞いてあげましょう。女性から相談されたらひたすら共感してあげて、決して解決策を言わないようにしましょう。ズバッと正論を言われたら女性は不機嫌になってしまいます。会話を広げる質問をしながら、決して女性の話を遮らずちゃんと聞いてあげてください。2、遠慮なく頼ってよという。女性に限らず周りの人間が困っていたら、大丈夫？と声をかけられる器の大きさは頼もしいです。好感度は上がりますし、信頼感は高まります。毎日の生活の中で少し余裕を持って行動するように心がけましょう。誰でも平等に、常に冷静で笑顔を絶やさず、かゆいところに手が届くジェントルマンを目指しましょう。3、女性の外見の変化に気づいてあげる。男性は女性のヘアスタイルや服装の変化に気づきにくいですよね。女性は外見の変化に気づいてもらえると承認欲求が満たされて、自分のことをよく見てくれていると男性のことを信頼します。さらにその変化に対して、なんかいい感じなど少し褒めてあげれば、女性は嬉しくてドキドキしてしまいます。お世辞で言うと女性はすぐに気がつきますから、本心から思った言葉で褒めてあげましょう。複雑な女性心理は男性には一生かかっても理解できないかもしれませんね。それでも少しでも女性心理を知っていれば、無意識に地雷を踏んでしまうことを避けられそうです。女性心理の基本は2つ。本音と建前を複雑に使い分ける天の尺であること、そして本音を言わないのに男性に気づいてほしいと考えていること。男性は女性の反応に一喜一憂せず、どっしりと構えていられる余裕、器の大きさが必要だということです。男性の皆さん、
大変だと思いますが、女性といい関係を作っていけるように頑張ってください。